また村が魔物に襲われて壊滅したそうだ。この国はもうダメだ。リュクス王家は神の怒りを買ったという噂だ。それでここ何年も魔物がこんなに湧いているのか。ディストロン軍だ！ディストロン軍が進軍してくるぞ！我はディストロン軍の四天王、十本木バック。我らが冥王、ディスティニー様の命を受け、この国を救いに来た。早く門を開けないか。魔物に怯える呪われしこの国も、我々が楽園に変えてみせようではないか。魔物など一掃してくれるわ。国王陛下、民により城門が開けられてしまいました。ここも時間の問題です。民が、そんな。ソランジュ、剣の祭壇に行くのだ。あの剣だけは王家として守らねばならん。はい、分かっています。剣を抜け。高度を持つそなたならできる。その剣を持って落ち延びよ。父上、急げ。頼んだぞ、コード・オブ・プリンセス、我が娘よ。城も陥落したそうだ。デラクシア王国の兵たちも魔物退治で疲弊していたからな。魔物を退治できなくて何が軍隊だ。冥王ディストロン軍に陥落されてよかったんだよ。これでもう魔物に怯えないで済むの？ああ、もう安心だ。ありがとう。あなたが助けてくださったのね。大丈夫か？よく生きてたな。この剣の力かしら？ずいぶんと立派な剣だな。こりゃ高値で売れそうだ。売る？そうだよ。私は盗賊。助けてやったお礼にそれくらいはいただかなくちゃ。これだけはダメ。大切なものなの。リュクス王家に代々伝わる聖剣なのよ。え、王家ってことはあんた。リュクス家の第一王女、ソランジュ・ブランシュ・フルールド・リュクスと申します。ソランジュ・ブラ・ドリュ。ソランジュでよろしくてよ。王女様かよ。私はアリ。悪いことは言わない。早く逃げた方がいいぞ。城は陥落した。陥落？そんな。
お父様、お父様は？この調子じゃもう。すぐここにも冥王の兵が来るぞ。どうする？この剣を守らなければならないの。それが、私の使命なの。それじゃ、ズラカルトしようか。ついといで。ありがとう、アリー。仕方ないさ。これも何かの縁だろ。急がないと、追っ手が来るよ。何これ、ずいぶんね。アルケミーか。これじゃダメなんじゃない？このありさまでは剣も折れているだろう。回収は失敗だな。ディスティニー様には何て報告するつもり？お前から報告しておいてくれ。やだ、超面倒。そっちで報告しておいてよね。こっちに逃げたぞ！なんだ？何かしら？貴様らだな。戦場跡を漁っていたのは。いかにも盗賊風情が。げっ、とばっちり。言い訳無用！待っていろ。冥王軍ディストロンの力を見せてくれるわ。
なんだ？こんな街中にトロール？冥王軍が魔物を連れて、どういうことだ？はっはっは！安心しろ。冥王ディスティニー様の力により、服従した魔物たちだ。魔物が、服従だって？安心しろ。服従しない魔物どもは討伐してくれる。アリー？なんかあのトロールにじっと見つめられてるんだけど。嫌だわ。あんまり見ないで。エッチ。いや、そんなエロい目じゃなくて殺意の目だと思うんだけど。さあ、恐怖に震えるがいい。そらよ、そりゃ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 、そりせい！せい！当たると痛いよ！とにかく、急いで応答出よう。魔物まで手なずけてるなんて、厄介だな、冥王軍は。見つかったら厄介だ。裏道を行くよ。墓地の谷を抜ければ、私の村、ペリダートだから。墓地？お化けが出ないかしら。冥王軍よりはマシだよ。多分。さあ、この墓地を抜ければ、私の村だ。あれは？ん？冥王軍？私、怪しいもんじゃないよ。パーツを探してただけ。パーツ？何のパーツだ？この体は仮の体。腕がダメになったから代わりを探してたんだ。嘘をつけ！このゾンビが！ゾンビじゃない、ネクロマンサー。お前も泥人形にしてやろうか。あいつ、ドクロに喋らせています。パペットマスターかなんかじゃないですかね。パペットマスターなのは右手の元持ち主。私はネクロマンサー。わかるかな？わかんねえだろうな。なんでもいいわ。お前が怪しいことぐらい理解しておる。やれやれ。今日は変な奴らのオンパレードだな。関わるのはやめやめ。行くよ、ソランジュ。あなたたち、寄ってたかって痛い気な少女を、恥ずかしくないのですか？私が相手になります。関わるなって言ったそばから。貴様らも仲間だな？ああ、もう、わかったよ。ああ、仲間だ、仲間。かかってきな。まとめてぶっ飛ばしてやる。
アリス。は、それ。わあ、わあ、アコンテですわ。はい、消えます。癒される。恍惚としてるよ。そんなに気持ちいいの？この剣から不思議な力が溢れている。私の体はこの通り、死人の継ぎはぎだから、癒しの魔法を受ければ逆効果。でもこの剣はその体を、優しく癒してくれる感じなんだ。面白い！ドクロが代わりに喋るのね！舌を落としちゃったから喋れないんだ。それで墓場で舌を探してたの？いや、二枚舌の時もあったけど、喋るの飽きたし。これからどこ行くの？なんで？私もついてくから。ちょっと、何勝手に決めてんのよ！パーティーにゾンビは必要ないんだよ！ゾンビじゃない。ネクロマンサー。魔法の力で不死の体なだけ。本当の体は美少女だし。やべ、指取れた。いや、美少女だろうが何だろうが、パーティーメンバー募集してないし、冥王軍に追われて逃走中だし。でもアリ、さっき、仲間って言ったじゃない？それに、困ってる人を放っておけませんわ。そうだそうだ。わかったよ。あたしはアリ、こっちが元王女のソランジュ。ああ、陥落したリュックス家の。そう、あたしたちが追われている元凶。私は魔導士レディーゾゾ。みんなはゾゾコって呼ぶよ。この杖はカプさんとスケさん。カプさんがおしゃべり担当で、スケさんが栄唱担当。カプさん、スケさん、ごきげんよう。行くよ、ソランジュ、ゾゾコ。あの体験は、まさに伝説の聖剣。これは報告せねば。ディスティニー様、今日もお美しい。恋してもいいのよ。身に余ります。それに、心に決めた女性がおります。
つまらない男。あれはまだ？必ず見つけ出します。今しばらくお待ちを。ジュポンギ様、見つけました。あれは確かに聖剣かと。でかした！貴様なかなかやるじゃないか。他の奴には黙っておけ。野郎ども、出陣だぜ！アイザー！いつまでも盗賊団気分が抜けない奴だな。俺たちはディストロン軍の精鋭部隊になったんだぞ。アイサー、お前たちも大変だな。ん？ライオンゲートじゃないか。冥王ディスティニー様からこの国を授かるのは俺様のようだな。はっはっは。聖剣が見つかったのか？な？なんの子男はな？おっと、いかん、出陣だ。さらば。バッカじゃないの？聖剣見つけましたと言ってるのと同じじゃない。確かに、ホームラン級のバカだな。それよか聖剣、折れてないじゃん。ああ。あの崩落でも無事とは、さすが聖剣だな。先回りしていただいてくる。一緒に来るか？めんどくさいことはそっちでどうぞ。ふん。あの剣を抜けるのはただ一人。オンブル、ソンブル。は、ただいま！聖剣を追うぞ。承知しました。ここが私の村、ペリダートだ。あれ？また会ったね。ん？誰だっけ？綺麗なお姉さんたち、助けて、僕、殺される！そいつを引き渡してもらおうか。何です？あなたたち。子供相手にそんな大勢で、卑怯ですわ！なんだと？口答えするか！問答無用かよ。ディストロン軍は立ちが悪いな。王国軍をちっとは見習え。まったくです。騎士の風上にも置けませんわ。恥を知りなさい。お前はどこかで。あんたは目立っちゃダメだろ。だって…そんな格好してりゃ目立つよな、デュフ。もう、エッチ。このエロ親父呪ったろか？
なんだと？そっちの格好がけしからん！まったくもってけしからん！確かに、おっぱいがいっぱいだ。あ、一人だけぺったんこがいたや。めんごめんご。このクソガキュー。おっさん、いいぞ。こんなやつどうにでもしてくれ。ダメよ、ハリー。結局どうすんの？みんな、僕のために争わないで！こいつ、マジムカつく！わかったぞ！そいつ、ソランジュ姫だ！道理で。バレちゃ仕方ないね。やるよ。そんじゃ、あとはよろしく。これは痛いぞ。これでも食らえ。当たれ。お前の。これは痛いぞ。これでも食らえ。これでも食らえ。すごいの行くよ。これは痛いぞ。当たれ。これでも食らえ。痛いぞ。これは痛いぞ。これでも食らえ。これでも食らえ。当たれ。これでも食らえ。すごいの行くよ。これは痛いぞ。当たれ。当たれ。これは痛いぞ。おいっす。当たれ。これは痛いぞ。当たれ。
それでも食らえ。これは痛いぞ。オンブル様。ここは？イルーダの酒場。冒険者たちはここで仲間を探すのさ。私が仲間になるの渋ったくせに。成り行きでパーティーを組んだものの、この三人じゃどうにもバランス悪いだろう。わかりませんわ。回復役がいないじゃないか。別に困らないぞ。ゾゾコは不死身だからだろ？私たちは普通の体だから、死んだり傷ついたら困るの。あ、てめえ！話は聞かせてもらった！虫かい。仲間を探しているんでしょ？さっきのお礼に僕が仲間になってあげるよ。間に合ってます。あんた遊び人でしょ？お呼びじゃないんだよ。探してるのは回復役。僧侶か、せめて賢者でないとな。まあまあまあ、僕もうじき賢者になるんで。あ、ほら、遊び人だから何とかの書もいらないしさ。泥船、大船に乗ったつもりでいいよ。まあ、助かるわ。よかったわね、アリ。賢者の仲間よ。ほら。だから、遊び人だろ、こいつ。僕、アレグロ。2万飛んで16歳。無職。よろしくね。ソランジュよ。どうぞ、ヨシナに。ゾゾコだよ、よろしく。マジで、こいつを、仲間に。わかったよ。盗賊アリーだ。ごめん。ありがとう。お礼に僕の新曲を捧げます。聴いてください。半殺し。おやおや、えらく賑やかだね、アリー。戻ってきたのかい？まあね、立派なパーティーが結成されて喜んでたとこさ。いや、立派だなんて照れるな。おめでたいね、嫌味に決まってるだろ。仕事が欲しけりゃいつでもおいでな。王国軍の残党討伐依頼が早速来てるのさ。なんでも王家の姫が落ち延びてるって噂だ。懸賞金も相当なもんらしいよ。考えとくよ。
ですの？あなたたち。おはぁ、姫じゃねえか。情報通りだな。なんだ、お前ら。俺の名は、オンブル。そして俺の名は、オンブル。違うだろうが、俺がオンブルだろうが。ああ、なるほど。俺の名は、ソンブル。二人合わせて、オンブル・ソンブル。なんか変なの来た。オンドレモンドレ？オンブルソンブルだ！さあ、聖剣を渡してもらおうか。お断りですわ。なら殺して奪っていくだけだがな。はっはっは！貴様らなど俺様一人で十分だ。いやいや、ここは俺が出れば十分だ。そうだな、お前の力を見せつけてやれ。え？ああ、もちろんだ。ソンブル様が破れるなんて。ブブ。脱線。